Weekend The Rampage with Gene Riku The Rampage from Exile Tribe。 皆さんこんばんは、ザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。21時からウィーケンドザランページ生放送でお送りしていきます。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はいはい、やっていきたいと思いますけれども、もう11月8日ということで、はい、今日もね、まあお昼はまだ暖かかったんですけど、うん、最近夜になるとぐっと気温下がるんですよ、うん、ねえ、寒暖の差がすごいですけども、これぐらいの気温僕実はめちゃくちゃ好きで、うん、一番好きで、うん、なんかなんていうんですかね、まあみんなね、うん、こう一般的には人肌恋しいみたいなこと言うじゃないですか、うん、はいはいはい、そうじゃないんですよ。なんか自分の中のぬくもりを感じれるんです。だからいつもこうやって首元のところこうやってやってるの。そう、隠したりとか隠してポケットで突っ込んだりとかするじゃないですか。ああ、己のぬくもりでなんか癒すパターンだ。新しいね。いやで、普段夏場ね、ラジオでもめちゃくちゃ汗の話をして、はい、みんな聞きたくもないであろうな、いや、求めてる人もいますから。してきましたけど、はい、だから体温が多分あったかいのか、うん、結構自分の体温だけでぐっと、もうなんか過ごせるというか。うん、じゃあ、一家に一台ジンがいれば、もうさ、凍えることはねえ。うん。だからみんな多分ね、ドラえもん欲しいとか思うじゃないですか、うん、同じ感覚で。いていただければ。全然大丈夫。大丈夫大丈夫。誰もいない。どこで。いや、欲しい人たくさんいるけど。食費かかるだけやから。そう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 。ご飯あげないといけないから。いやね、まあなんかちょっとね、過ごしやすい気温なんで、これからね、ちょっとなんかイルミネーションみたいなものも、うん、なんかこのね、駅にも、海浜幕張の駅にもあるんですよね。ね。なんかそういう綺麗みたいなものがね、並び始めたということで、これからの季節皆さんぜひね、楽しんでいただければなと思います。ということで、今日もいろんな企画用意しておりますので、早速行っていきましょう。ウィーケンドザ・ランページ。今日はリクが彼女と付き合って3年目の記念日。しかし遠距離恋愛のために今年も一緒に過ごすことはできない。曲って書いてんだけどね。ちょっと一回聞いてみる？リクの携帯に彼女から着信が入る。毎年記念日の夜はこうやって必ず電話をするのだ。いつも通りのたわいもない会話をする二人。しかし、リクは心のどこかで、彼女のそばにいてあげられないことを悔やんでいた。ちょっと切ないな。なあ、切ないな。すると、リクの家のチャイムが鳴る。こんな夜中に一体誰だろうか。え？扉を開けると、そこには電話中の彼女が立っていた。突然のサプライズに一瞬困惑するリクだったが、彼女の顔を見つめながら言った言葉はこうだった。好きです。お送りした曲は先月リリースのセカンドアルバム The Riot から The Rampage from Exile Tribe で All Day でした。ちょっとリクさんまだ抜けきってないんで、ちょっとね、意味わかんないと思うんで、後で説明しますね、さっきのやつ。Weekend The Rampage with Gene Riku The Rampage from Exile Tribe。ウィーケンドザランページ、お相手はザランページ from Exile Tribe リーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか抜け切ってない人一人いるんですけどね、まあいいわ、とりあえず行きましょう。番組終了後9時30分からはニコニコチャンネルでスペシャルな動画配信を行います。このスタジオの様子をスマホパソコンで楽しむことができるので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。よろしくお願いします。先ほど曲のね、前に流れた謎のナレーション、頭の中ハテナになってた方いらっしゃると思うんですけど、そんな人いるんですか。お前僕のせいですか。あんたや。で、説明しますね。うん。先週の放送でザ・ライオットベストシチュエーションという企画を行いまして、内容的には楽曲の魅力をより伝えるためにシチュエーションドラマを紹介しつつ、最後に曲のサビを流すというものなんですけど。でもさ、
記念日って大切だよね。ちゃちゃちゃ、そういうことじゃない、そういうことじゃない。あの、ちゃちゃ、あの、うまく進まないんですけど、川島さん。で、まあ、この企画、ニューアルバム、ザ・ライアットの全楽曲を紹介しようと思ってるんですよ。で、まあ、すべて楽曲紹介すると、当分の間、フリートークやテーマ、メール紹介する時間がなくなっちゃうので、いつもやってる曲振りをナレーションに変えようということに。それはそれでいいんじゃない？まあ、あの、物語の、何？もうあの、ちょっとこう、主役になっちゃってるんで、こんなにも抜けないもんですか？催眠術師でも入れます？術師言うてもたけど。あ、おぉ、あ、ごめん、目覚ました。嘘、俺が噛んだら治った。治った。あ、よかったよかった。うわ、これもうやめた方がいいですよ、ほんとに。あの設定が。待って、これさ、でも1回でさ、3、4曲やってるってことでしょ、うんうん、忙しいことになるわ、感情が。うんうん、とんでもないことになるよ。ほんまに、あの、花輪くんみたいな、ベイビーみたいなのとか、歌ってましたよ。いきます？はい。で、今日で、さっきので13曲中4曲がね、うん。まあ、あの、紹介済みということで。うんうんうん。まだあと9曲残ってるんで。はい。その、好きが、何、うん、なんであの、好き？って出たの？それ、あのさ、前振りのところでさ、はい、あの電話しててピンポンになってガチャッて開けたら、うん、電話中の彼女がいたって、うんうん、で困惑した、うん、困惑して何を伝えたらいいんだろうって、うん、その気持ちが嬉しいのと全部をひっくるめたらもうやっぱ好きですっていう。まだその敬語っていうのがね、なんかやらしいですよね。超え、なんかその好きじゃなくて好きですっていう、そのなんかね。でもさ、心の距離が近ければ愛は成立するよね、どんなに遠距離でもさ。そんなキャラやった？え、ちょっと当て、ごめん、あのチームメイトやけどちょっと うぜえちょっとだけ、ちょっとだけうぜえ。今日エモラーだね。今日エモラーや。大丈夫？30分持つこれ。まあ、聞いてる人は新鮮だと思う。次が次いきます。ああ大丈夫、戻りました？大丈夫大丈夫。ということで、まあ、ここからちょっと行くとこなんですけども、大丈夫かな。大丈夫って。いや、まあまあね、はい、さっきね、そのあのインスタライブ僕らいつも直前でね、うん、ランページのアカウントでさせてもらってて、はい、リーダーの力也さんもちょっと覗きに来てくださってて、それでちょっと思い出したんですけど、はい、ちょうど今週の頭ぐらいにその力也さんのパパがたまたまテレビに出られてたんですよ、ね、でそのまあアメリカから帰ってこっちに日本に戻ってこられた瞬間タイミングだったのが本当に力也さんに今日聞いたんですけど、たまたまやったらしく、で力也さんのお父さんでもともとボクシングの東洋太平洋チャンピオンです。そうです。もう聞いた時びっくりして、で力也さんもね、うん、あのお兄さんのエリさんと一緒にちょっとこう格闘技というかボクシングやったりとかしてて、うん、もうすごい家族だなと思いながら監視してたんですけど、あの力也さんのシャドウ見たことあるけどすごいよあの人、うん、絶対勝てないから。そうね、いつもメンバー内でちょっとこうね、じゃれ合ってなんかこうやってパンチするふりとかするんだけど、リケさんやりだした瞬間みんなそれやめるから。いや、やらない、無理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 。でそんな話から、はい、まあ、ボクシングって出たんですけど、昨日ですよ。そうですよ、ちょうど、リクさんちょっとこれ熱く説明してもらっていいですか？昨日はですね、井上尚弥選手が、うん、本当のバンタム級のチャンピオン、もともとチャンピオンタイトルは持ってたんですけども、はい、あの一人にボクシングといってもいろんな団体がありまして、うんうんうん、同じ格闘技の中で、そうですね、でいろんなその本当の真のバンタム級のチャンピオンを決めるためにここ数ヶ月行われてたのが昨日やってた大会でして、すごい、でね、何回か試合をしてようやく昨日決勝で無事にフルラウンドの末判定で勝つことができたんですけども、うん、もうチャンピオンしか集まってないから世界最強がみんな集まって そういうことですね、そこで勝ったら本当のチャンピオンだと、チャンピオンズシップ的な感じですね。そういうことです。でもう初戦からですね、井上尚弥選手の相手って厳しくて一回もダウンやられたことないですとか、はい、KO 負け一回もしたことないです、はい、みたいな人で、はい、そういう人たちをことごとく伝説の拳でボディやらストレートやらフックやらで KO 勝利を勝ち取ってきたんですよ、うんうんうん、で相手決勝の相手がノリント・ドネア選手、はい、36歳、お、結構ベテランの方なんですね。で5階級制覇をしてるチャンピオン、うわすごい。そのチャンピオンと尚弥選手が試合をして、はい、で井上選手もね、まぶたのカッティングがあったりとか、うん、ちょっとこう出血が多かったりとか、うんうんうん、でちょっとまともにパンチ食らってグラッてきてちょっとするシーンもあったんだけど、それがお互いあって、うん、で11ラウンドかな、で井上選手の左ボディが炸裂して、それで悶絶して一回ダウン奪って、はいはいはい、それでなんとかフルラウンド行って判定で無事にポイントで勝てて、だからこれって本当にすごいことで、うん、
格闘、すべての格闘技で、もうジャンル関係なし、うん。はい。その、危険ランキング、強さランキングで、うん、日本人で、世界で、井上選手、7位です。すげえ。世界で7本、7強の、現役の人でそう。勝てない。強すぎる人たちのランキングがあって、世界で7位です。すげえ。もう今ので多分、昨日見てなかった方ももう見た気になってると思いますよ。今のリクさんの解説で。めっちゃわかりやすい。これ本当にすごいことなんですよ。本当、真のその、井上選手の、はい、階級がバンタム級って言うんですけど、はい、そのバンタム級の真のチャンピオン。ああ、そうなんや。で、ちょっとほっこりするエピソードがあって、やっぱ格闘技の選手も、スポーツマンなんで、はい、試合が終わったらありがとうございましたって、はい、ハグをしたりとか、ちゃんとお辞儀をしたり、頭下げたりするんですよ。はい、そうですね。そう。で、相手の、ドニア選手も、うん、お子さんがいて、うん、でパパ君頑張ってこのチャンピオンになってくるねって言ったんでしょうね、うん、負けちゃったんだけど、うん、どうしても子供にそのチャンピオンの証の、 トロフィー見せてあげたいって言って井上選手に終わった後頼むちょっとだけ貸してくれ子供に見せたいんだって言って、うん、子供に見せてあげたそうです。そういうなんかそのなんていうの一見さ負けたのにって思う人もいるかもしれないけど、うん、素直に子供のためにって言って、頭下げられる。井上選手は僕らの1個上か2個上、うん、今26歳なんですけど、うん、10個ぐらい下のね方にそうやって頭下げるって素敵なことだと思いませんか、うん、そうだからもうね一見こう殴り合って激しいけど傷つくしね、はい、けどそういうね思いがあるそのお互いにちゃんとリスペクトがあってこう試合ができてるから、うん、スポーツもかっこいいなと改めて感じた。すごいエピソードもいただきまして、はい、そうなんですよ。今日これで終わりですかラジオの内容いやいやもっとあるでしょうかもっとあるでしょうか。いやでもいいですね、うん、はい、いい話です。ちょっとごめんねフリートーク喋りすぎちゃって。いやいや、はい、じゃあここでもう一曲お送りしたいと思います、はい、The Rampage from Exile Tribe で Swag and Pride。 お送りした曲は先月リリースのセカンドアルバム The Riot から The Rampage from Exile Tribe で Swag and Pride でした。 Weekend The Rampage The Rampage from Exile Tribe。 さてここからはメールテーマ We Can Love Story を紹介していきましょう。架空のキャラクター夏彦と葵の恋の物語は妄想全開で送ってもらっております。ということでじゃあやっていきたいと思います。今日で3回目かな。そうですね、長崎県リーちゃんさんです。とある帰り道雨が降ってきた。傘を持っていない夏彦は駅で雨宿りをしていた。夏彦、結構雨降ってきたな、傘ないししばらく待つか。すると葵が後ろからやってきた。トントン。葵、夏彦何してんの、誰か待ってんの。夏彦、お葵じゃん。いや傘なくてさ、しばらく雨止むの待ってる。葵、じゃあ一緒に入ってく。夏彦、お前リク先輩と一緒に帰るんじゃないの。葵、今日はリク先輩バイトだからいないよ。夏彦、じゃあ葵の傘入れて。二人は相合い傘をして帰ることになった。葵がリク先輩と付き合うようになって一緒に帰ることがほとんどなくなったので二人はドキドキしていた。葵、夏彦もうちょっと入らないと肩濡れてるって。夏彦、お俺は大丈夫って。葵も濡れてるって。葵、私は大丈夫だって。ほら、もっと寄って。触れ合う肩、ドキドキが止まらない。葵、夏彦？家、着いたよ。夏彦、お、じゃあ、また明日。葵、うん、またね。夏彦、葵！夏彦は、葵の腕を急に掴んだ。まさか。なあ、リック先輩なんかやめて俺を見てよ。俺ずっと葵のことだけ見てきたのに。葵、急にどうしたの。夏彦、私リク先輩のことが好きだよ。夏彦、そんなん分かってるよ。でも葵は誰にも渡したくない。葵、そんなこと今更言わないで。まあまあ今更だよな。じゃあ私家入るね。ああ俺なんてこと言ってしまったんだろう。リク先輩と最近どうって話すつもりだったのに止めなかった。でも俺は葵のことがやっぱり好きだ。
すげえ超大作だぞこれ。怪しいけどな、まあ、その雨宿りも。うん。カッパ切りゃええのに。んじゃそのカッパ、お互いの関係崩れずに済んだのに。まあでもそのやっぱりムードとかで、うん、やっぱ気持ちが抑えれなくなるっていうのはありますよね。うん、でもこれ葵もちょっと確信犯ですよ。ええええ、結局そこにお互いがいつどのタイミングで気づくか、結構これってね、うん、そのお互いの気持ちだけじゃなくて、うん、タイミングとかってやっぱ大事なんですか、うん、恋愛マスター出てきたね。出てきたね。まあまあまあそんなもんですよ。はいはいはい、続きまして、じゃあいきますよ。はいはい、兵庫県リンさんから。お、葵には陸先輩という彼氏ができてしまった。俺ね、俺はずっとずっと葵が好きだったのに。夏彦、陸先輩か、お似合いだな。陸がどないしたんや。そう言って僕の肩を組んできたのは仁先輩だ。新キャラきた。仁、あ、もしかして夏彦くん。夏彦、なんで僕の名前を。ジン、リクと葵ちゃんからよう聞いとったで。そやそや、夏彦くんからリク先輩お似合いとか聞こえたんやけど、葵ちゃん好きな。おー、ナチュラルだな。夏彦、やっぱり本人だけあるわ。いやジン、わかりやすいな、告白せえへんの。夏彦、でも葵にはリク先輩いるし無理ですよ。ジン、一つだけ教えといたらな、あの二人な付き合ってへんねんで。夏彦、でも葵は陸先輩と付き合ってるって。ジン、あんまり言ったら面白くないけど、葵ちゃん大好きな人おるんやって。ちっちゃい時からの幼馴染らしいねんけど、その人の気持ち気づかせるために嘘ついちゃんちゃうかなって。夏彦、ってことは。ジン、早いかな、後悔するんちゃう。ほら行ってこい行ってこい、お返しはたこ焼きでええで。放課後、俺は隣の教室にいるであろう葵の元へ走っていた。こんなに全力で走ったのいつぶりだろうか。ちょうど葵は帰る時間だった。葵、夏彦、どうしたの、そんなに急いで。夏彦、好きだよ。危ない匂い。葵、え。夏彦、俺ずっと前から葵のこと好きだったよ。葵、私もね、ずっと好きだったって。今も好き。夏彦、ジン先輩とリク先輩に報告しに行こっか。葵、そうだね、自慢しよっか。リク先輩とジン先輩のおかげで実ったこの恋、この先ずっとおじいちゃんおばあちゃんになるまで俺が守るからな。何やねんこれ。あの30分しかない貴重な時間を本当に僕らは何に使ってるんですか。何やってんですか、何に使ってるんですか、こんな人の妄想。もっとね、端的なやつください。本当に、ああちょっともう最後まで貫こうと思ったけど、ジン先輩のそのなんかたこ焼きのあたりでも限界来ちゃいまして、もうね、いやこれやるなら本当にもうあの1時間番組しましょう。うん、はい、いや面白かったです。でもな、はい、曲行きましょうか。まだまだですね、夏彦と葵の物語お待ちしております。受付メールアドレスは rmpg@bayfm.co.jp です、はい、ぜひぜひ送ってください。ではここで一曲お送りしましょう。ザランページ from Exile Tribe でスターライト。お送りした曲は先月リリースのセカンドアルバムザライオットからザランページ from Exile Tribe でスターライトでした。ということで、あっという間にベイフムからお送りしてきましたウィーケンドザランページ、お別れの時間です。この後はニコニコチャンネルでスペシャルな動画配信を行います。皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。動画で楽しむウィーケンドザランページ、見れる方は引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここでお知らせです。お願いします。セカンドアルバムザ・ライオットが絶賛発売中です。ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。そして、ザランページライブツアー 2020RMPG のチケット先行抽選予約がスタートしております。詳しくは EXILE トライブモバイルをチェックしてください。メンバーのブログもチェックできます。はい、ここでメールです、はい、鹿児島県チルチルさん、奄美大島からいつも聞いています。お、ありがとうございます。曲紹介の仕方最高です。エモすぎる。
ジタバタして今日は眠れません。これからもこんな感じでお願いします。リクさんの、常日頃の妄想ってすごそうですね。あのね、いや、あの気づきましたか、本当ね、みんなようやくですか、僕ね、妄想すごいから。妄想族リクなんで、総長なんで、妄想で、歌詞書きますから。続きまして鹿児島市、おレーズンパンジュニアさん、ありがとうございます。新しくないですか。そうですね、最初の曲の入り方、エモエモのエモでした。エモエモのエモって何。寒い中歩いていたのですが、オールデイがこんなにも刺さるなんて最高でした。今後も楽しみですと。ありがとうございます。やっぱ聞き方は人それぞれなんですかね。続きまして、東京都24歳の方、夏ミッティさん、しょっぱながらリクさんの好きですにやられました。前回から引き続きアルバムの曲紹介めちゃくちゃ良かったです、毎回こんな感じの聞きたいですと。まだ ね、セクシーな楽曲も残ってるんで、期待はできんじゃないですか。できますよ。そんな感じでしょうか。はい、ラスト。ラスト行こう。次回の。はい、神奈川県ポヌマルさんから、いつもはいろんな人が乗り移っちゃうジンさんに対して突っ込んでいくリクさんのやりとりが多いですが、今日は役に入ってるリクさんに突っ込むジンさんのやりとりで新鮮でしたと。いつもと逆だったので、リクさんにもいろんな人が乗り移ってほしいですということです。なるほど。新しい回でしたね。そうですね。来週もまたお楽しみにということで、はい、動画パートもよろしくお願いします。お願いします。ウィーケンドザ・ランページ、ここまでお送りしたのは、ザ・ランページフロメグザイルトライブ、リーダーのジンと、ボーカルのリクでした。バイバーイ。喋りすぎてごめんね。